今度ね、サンリオから新しくさ、なんか食器シリーズみたいなのが出るんだけど、それが超かわいいの。中華なの、中華。そう、中華めっちゃかわいいの。中華買います、キティちゃん買いますっていうことで はい、そうなの、中華なんだよ。めっちゃ美味しそうなの。おめでとう、ありがとう さあ、ということでして、ですね、今日は何の話をしていこうかな。ラーメン丼、そう、ラーメン丼とチャーハン皿とレンゲが出るんですよ。それのキティちゃん、マイメロ、ポチャッコ、ハンギョドンの4種類があるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ、それが。そう、今日それをね、メールで来てて、そう、私メール取ってるんで、メールマガジン。それで来ててね、可愛すぎる。めっちゃ可愛いってなりましたね。学生時代は筆箱結構書いてた。なんか昨日もそのコメントしてくれてたね、ありがとう。筆箱は結構変えてたと思う。どうなんだろう、結構、どうだったかな、でも。うわ、何も覚えてない やばい、何も覚えてないんやけど。どうやったっけ？やばい。本当に思い出せない。変えてたかな？なんか、そんなすっごい頻繁には変えてなかったけど、でもちょくちょく変えてたと思います。覚えてるのは、ヘタリアの筆箱とか、大昔に買った名探偵コナンのロス、あの天空のロストシップの筆箱を高3ぐらいに使ってたりとかしましたね。やばい、でももう何も学生時代のこと覚えてない やばすぎ。今は夏目友人帳の筆箱使ってます。結構レッスンで使うので。キャラもの、そうですね、キャラものですね、基本的に。アイドルの缶ペン使ってた。缶ペンってなんだ？缶のペンケースってこと？で合ってる？なんか缶のペンケースってさ、小学生の頃持ってたのよ。なんだっけ？なんか、ね。なんか、開けたら2段ぐらいになるやつ。2段だっけ？なんか開けたら2段ぐらいのとかあるよね。で、私それでほんとね、もう、1年生の頃になんかもらった、なんか食べ物の缶ケースみたいなのあったんですけど、缶ケースの筆箱。そこの表紙にもうめっちゃね、プリキュアのシール貼ってて、なんか四角いさ、シールあるじゃん、よくさ、なんかパンのおまけとかでついてるようなやつ、あれのなんか、まあアニメのワンシーンのシールがもう6枚ぐらい貼られてて、もう柄が全く見えないの、筆箱の。そう とかね、イルカの缶のペンケース使ってました、イラストのかわいいやつ。筆箱はね、なんか私ペンめっちゃ持ち歩いちゃうから、そう、なんか高3の時はなんか筆箱2つ持ってて、なんかそのコナンのロストシップのやつは結構大きめなやつなんですよ。しかもバッグの形だし、それとちょっと細いペンケース、細いちょっとちっちゃめのペンケースとかを入れてて、そうで、ちっちゃめのペンケースは今でも使ってるんですけど、黄色の無地のやつで、当時は鬼太郎のキーホルダーをつけてました。そう、そしたら国語の先生に「鬼太郎、今の鬼太郎ってそんなイケメンなの？」って言われて、なんかそうびっくりしましたね、普通に そう、
私は最近ね、息抜きに墓場鬼太郎見てるんですけど、めっちゃね、なんだろう、作画の感じがすごい好きなんですよ。和紙に描いたような絵がいいなって思いますね。声ちっさ、びっくりしたわ、ほんま。あ、初見さん本当だ、ありがとうございます。初見さんが お二人ぐらいおって、あれごめんなさいね、ありがとうございます。初見さん全然ありがとう、教えてくれて。そう、墓場鬼太郎の鬼太郎は野沢雅子さんがあの声をやっていらっしゃるんですけど、あのさ、ちょっとなんて言うんだろう、あのいいよね。ちょっと本当にさ、もう全然なんて言うんだろう、あのなんかね、どこがどういいのかがもう全く伝わらない、びっくりするね。全く伝わってなくて、本当自分でもびっくりなんですけど、となんか墓場鬼太郎ってあのゲゲゲの鬼太郎とは全然違う、なんて言うんだろうな、違うんですよ。なんか全く妖怪、なんか妖怪とバトルぜみたいなんとかもそういうのがあるわけでもなく、そう、なんかリモコンギターとか髪の毛バリとかが出てくるものとかもなく、出てこないんですけど、なんかね、ちょっと不気味な感じがすごいいいんですよね。ね。絵が好きなんだよな。うん。初代鉄腕アトムがアマプラで見れるようになってた。そうなんだ。アマゾンプライムは入ってないから、わかんないけど、Unext はね、入ってます。初代ってあれでしょ、白黒でしょ。そう、やばい、ごめんなさい、本当趣味の話しかしてなくて。地獄の表現が好き、いいよね、わかる。なんかさ、なんかその普段の地獄のやつとかだと炎がわーみたいな感じだけど、なんかさ、マジ異質というか、あれだよ、ほんと異世界だよね。そう、異世界ですよね、ほんと。なんだろう、私なんかさ、第3話か、第3話が吸血鬼っていう、あの吸血鬼は普通に吸血鬼キャラクター噛んだじゃなくて、あの木の方です、ツリーの方、木の方の吸血鬼の話のさ、あのあんまちょっと言えないんですけど、あるワンシーンのなんか絵がすごい好きなんですよ。いい感じに不気味なんだよね、あれめっちゃ好きです。今墓場鬼太郎の目に刺さった話してます。墓場鬼太郎の話してます。今で、またそう、野沢雅子さんというか本当にすごいというかね、あの私1期も2期も1期2期があのゲゲゲの鬼太郎、1期2期が野沢雅子さんだったんですけど、鬼太郎やってらっしゃったのが、だで、まあそこも1話2話しか見たことないのね、だからあんまり分かんないんですけど、やっぱその墓場鬼太郎は全く違うんですよ、まあ、性格っていうか全然違うのよね。
なんか本当にねすげえなーって思いながら、どうやったらあんな笑い方できるんだろうって思って、いやすごいと、すごいです本当に。墓場鬼太郎とゲゲゲの鬼太郎って全然違うんですよ。そう、何がどう違うのって言われるとね、あの私もさ難しいんですけど、ぶっちゃけ全然違います。まあどこが違うかっていうとね、鬼太郎でよくあるリモコンゲタとか、あの髪の毛張りとか、そんなんが全く出てこないです。あと何でしょう、なんかイメージなんだけど、なんかねこれはもしかして私がそう思ってるだけなんですけど、ちょっとまだ墓場鬼太郎も全部見れてないので何とも言えないんですけど、割とさ、なんて言うんだろうな、まあ、墓場鬼太郎が割と鬼太郎が生まれてすぐの話だよね。難しいんだけど、まあそうだね。だよね。でなんかそうですね、なんか割とね結構妖怪と人間の間に起こる、まあ人間界で起こる妖怪に関する不思議な出来事をただ傍観してる、難しいんですけど言い方が、そう傍観してる。割となんかさ、ゲリゲの鬼太郎だとなんか解決しようとかっていうのもあるけど、割と2話3話とかそのあたりは結構傍観してるっていう感じですね。傍観っていうんだっけ、なんかただすごい関わるっていうことでもなく、なんかその出来事なんて言うんだろうな、でもなんか割ほんと割とそんな1話もあれちょっと難しいんだけど、火曜日の夜23時にスマブラに感動して泣いてた。あれですよね、新しいキャラが追加されたっていうやつ。でも私そうスマブラよく分かんなくて、なんかそれがどれだけすごいことかっていうのを、あの一応なんかいろいろ見てはして、とりあえずすごいっていうことはよく分かりました。ディズニーのキャラなんだね。私スマブラっててっきりなんか任天堂のキャラしかいないんだと思ってたけど、なんかまあ任天堂以外にもあるんですかね。ちょっとねよく分かんなかったんですけど、そこら辺は。もう間違ってたら本当にごめんなさい。そうなんかあんまり知らないので、間違ってたら違うよって言ってください。お願いします。もう鬼太郎の話してたら15分経った。はいや、
喉が鳴った。そう、まだ鬼太郎はどこまで、赤羽鬼太郎はさ、どこまで見たんだっけ。水神様だから6話ぐらいまで見ました。でも半分ぐらいはいった。そう、11、なんかあの11話までしかないから、あのユネクストだとね。そうそうなんですよ。だからもう割とね、こんばんは、やっほもうねずっと見てるだけなんですけど、もうごめんね、ほんとなんも喋らんで申し訳ない。そうだね、なんもそうだねじゃないんですけどはい、1分くらいカメラ見つめてみる。それいつもやってるからやんなくていいんじゃないつまり私は何も喋ってないということになりますそれ割とね毎回やってるからね、なんか今やったところでね、そうそうです。なんかね最近すごいね天ぷらが食べたいんですよ。というか天丼が食べたくて。そうなの、なんかあれだよね、天ぷらって美味しいよね。なんか舞茸の天ぷらってさ、なんかちょっと割と味濃いめじゃない？だけどなんかねたまに食べたくなるんだよね。たくさんは食べれんけどたまに食べたくなる舞茸の天ぷら。ソースはかけないや。基本的にあんまり調味料をそんなにかけないんですよね。もう最近使ってる調味料ポン酢とケチャップソースだけだからね。うん。ポン酢とケチャップソースは割と使うんだけど、ケチャップソース？ケチャップ。ポン酢とケチャップは使うんだけど、それ以外もうほとんど使わないんですよ、私。サラダもかけんし。そう。なんもね。あまあね、オクラにはポン酢かけますよ。でもなんか普通基本的にサラダにはあんまり
書けません、何も。私は皆さんにね、お伝えしたいことがあるんですけど、私ですね、最近ナスが好きになりまして。そう、ナスって食べれなかったんですよ。むしろ苦手だったんですけど、最近ね、ナスが好きになりましたなんか去年あたり一昨年ぐらいか、一昨年ぐらいからなんかナスは食べれるようにはなってたんですよ。まあなんか食べろって言われた、出されたら食べますよみたいな感じだったんですけど、最近ね、なんかどんどんナスって美味しいなって思い始めて、そう、ここ1ヶ月ぐらいで、で好きになりました。どんな料理？そうですね。ここ1ヶ月は、そら2ヶ月ぐらいか。まあ、いろんな料理を通してです。これがとかはそんなに覚えてないや。なんだったっけな。なんかお姉ちゃんが作ってくれたやつだったんだけど、どんな料理か忘れちゃった なんだったっけな、あれ。トマトは食べれますよ。トマトは好きですもん。でも野菜の中で一番好きなの何ですかって聞かれると、なんなんだろう。特に好きなのはトマト、モロヘイヤ。一番好きな野菜って何なんだろう。モロヘイヤかな。トマトも好きなんですけど、まあ、かぼちゃも好きなんだよね。そういえば多分高島屋、岩鉄高島屋で北海道展始まってるんで、確かね、ぜひ坊ちゃん劇場見に行った際はぜひお立ち寄りくださいとか言おうと思ったけど、割と遠いんだよね。坊ちゃん劇場からだとちょっと遠いんだよね岩鉄高島屋って。まあでも三奈良駅からね、乗ったらいずれ松山市駅に着くから、松山市駅に岩鉄高島屋あるからさ、北海道展私毎回楽しみにしてます。北海道展大好きなんです。そう、まあ帰りの便が何かによるよね。そう、車とかだったら通んない可能性もあるから、まあ電車だったらいけるよね。多分そう、毎回北海道展楽しみにしてるの。じゃが豚が好きで、私じゃが豚だよね、あれ。じゃが豚、多分じゃが豚で合ってるはずなんだけど、がめっちゃ好きなんですよ。あと残機とか鳥とか好きですし、あれって毎年売ってたんだっけ、インカの目覚めっていうじゃがいもがあって、それのコロッケがめっちゃコロッケがめっちゃ美味しいんですよ。でもあれって毎年売ってたかどうかは覚えてない。でもうちの家族はロイズが好きなんで、毎年ロイズ買ってますね。私はそんなに食べないんですけど、ロイズ。ああ。今日もちょっとやんないといけないことあるけどね、やる気出ないんですよね そうなの、やる気が出ないのよ。そう、頑張ろう、イエーイ 全く元気のない頑張ろうだった今。
いや頑張れる気しないわほんま。昨日頑張ったけん今日は頑張れん気がする。ちなみに一昨日は頑張れませんでした。ああえ明日から3連休。え？そうなんだ。明日って世間的な休み？違うよね。あれ？やっぱそのパターンだったあのね、たまにあるんですよ。ファンの方で明日から3連休なんですって言ったら、明日平日なんだけど、え、もしかして明日休日だっけって毎回なっちゃうんだよね。でも今回は分かってたよ。言い訳すると今回は分かってた。あの、分かってたっていうか、いやでもこの人が仕事休みな可能性もあるんだなっていう風に考えてたから、今回はそこまでなんですよちょっとこれ面白いんだよね。毎回私はあれはさ祝日だっけとか言っちゃうのがね、私も面白くて、ごめんねごめんね。大丈夫ですよ。そういつもね、あの謝ってくれるから大丈夫です。全然大丈夫です。ただ大体あの私が勝手に引っかかるんだよね。相手引っかけようともしてないのにそうだよね。いいな3連休、楽しんで楽しんで休んでください。ゆっくり。ごめんちょっと顔真顔になってた、ごめんなさい本当に。今何時？ 20 分かな？ 30 分かな？どっちなんだろう。マジ時計を用意してやっていう話なんですけど。ああそう、宇和島にロイズあります。うん、常設されてるやつ。ただでも私あんまロイズ食べないからさ、そうチョコがね、あの食べれんことはないんですけど、チョコだけじゃんロイズって基本的に。だからあんまりね興味はそんなにないんですよ。私そうチョコだけっていう商品がちょっと苦手なんですね。そう甘いの好きなんですけど、あんまりすっごい甘いのはそんなに得意じゃなくて、そうでもなんか一応宇和島行った時にロイズのとこでソフトクリーム買って食べました。あ、私こんなとこにほくろなんてあったっけ。見て、知らなかった、こんなとこにほくろあったっけ。私謎なんだけど、ああやることある。でもなんか本当にやる気出ません。今日うわーやる気出ないよー、やる気出ないよーやる気が出ませんよー。みんないつできたんだろう、ここのほくろ。無理、やる気出ないよ、全然やる気出ないもん。ああもう全然ダメ、本当にダメです。もうどうすればいい、みんな助けてください。もう本当に助けて、全くねもうやる気が出ません。でもこういう時ってね、やる気で出るのを待つんじゃなくてね、もう
無理やりやるのが一番いいんだろうな。そんなことは分かってんだけどね。ああどうしよう。やらなかったらどうなるの。まあ眠れないだけですね。あのね、睡眠時間が短くなる。どっちにしろ今日中には寝るまでにはやらなくちゃなんで、やらんかったらまあ後々しんどくなるだけなんですよ。そう、あーなんかね本当に、あーユニバ行ってきた、ローの行きたい。ユニバ行きたいな、行きたろうの行きたいな、行きたいとこ多すぎ。我に帰りました。やばい本当に。ルームは最近踊ってないけどな。ああやるしかないよね。やばい、もう本当にやる気がない。ああどうしよう。本当にやる気が出ません、出ませんよ。もうダメだ。本当にやる気が出ん。あの今からやることは完全にプライベートのことです。はい、ジョン・マイ・ラブ関係だったら私こんなやる気出ないって言ってないと思う。逆にやる気に満ち溢れてる。でも本当にやる気出んのよね。ダメだ、もうこんなこと言ったらもう10分ぐらい時経ってるから、もうやんなきゃ、やんなきゃ、もうだ。もう本当に、いやもう聞かないでください、もう聞かないで、何も言わないでお願い、聞かないでください。そう、もう聞かないでいいです。あの質問されても答えないから、私はもう聞くだけ。あのもう 聞いたらあなたたちがモヤモヤして終わるだけなんで聞かない方がいいです。だったら言うなっていう話なんですけど、私がね。そう、うわこんなめんどくさいって思うことある。めんどくさ、マジでさっきからめんどくさいしか言ってない。でも普段私はこんな風になりながら頑張ってます。そう、本当にやばい。あーやばいです、本当にめんどくさいや、やる気が出んわ。北海道から応援してる、ありがとう。逆にやる気に満ち溢れてる日もあるんですよ。もう今日は早く寝ようみたいな感じで、まあそんな感じで昨日は頑張ったんですけど、多分その反動ですね。今日が頑張れない。今日が頑張れない、やばいなほんと。やーば、顔死んでるんだけど。あーうん、明日やるっていう選択肢は私にはないんですよ。だってもう今から寝るのは早すぎでしょ。ってあのそう、最近何時間ぐらい寝るの。まあ最高6時間ぐらいかな。あでも前は一昨日ぐらい7時間寝たかな。うん、でも6時間が精一杯なんだよね。
そう、私あんまり朝にね、あの持ち越したくないのよ。なんでかっていうと、起きれなかった時の恐怖が怖い、起きれなかった時の恐怖が勝るから。それだったら夜更かししてでも今日中にやるぜっていうタイプの人です。でもたまに朝からやってたのよね。でもなんか最近朝早く起きてができないんだよね。昔だったらさ、小学生の頃朝4時に起きてやるとかできたんだけど、最近朝4時に起きれないんだよね。好きな曲は聴きながらね、できないんですよ、ちょっとその作業が。うん、それがもうの音声を聞き入れるものだから、そう、ちょっとねダメなんすよね。わあ、もうやだ、やばい、本当にやばい、あー、どうしよう、もうやだー、本当にやばい。でも逆にすごくない？こんなもうめんどくさい嫌だだけで10分ぐらい持ってるよ。ヒステリックではないでしょ。ヒステリックはまあいいや。ちょ、めんどくさくなった言うの。本当にもう、あ、はあ。珍しい。まあそうですね、ショールームでこんなこと言わないもんね。だってこれはもう完全にプライベートな部分なんで。そう、今日多分レアだよ。みんな目に焼き付けておいてって、目に焼き付けておいた方がいいんじゃない。多分大体こういうことはショールーム、今日はショールーム早めに終わって頑張ろうっていう時に、ありがとうございましたピーって切って、やばい、やる気ねん、どうしようっていうゾーンで今日はそれを配信してるから、そう、珍しいと思いますよ。多分二度とないです、こんな私とか言って。明日あったらね、面白いけど、明日はさすがにないか。そう、あ、私めんどくさがり屋ですよ。うん、めっちゃめんどくさがる、何に対してもめんどくさいって言うけんね、アホみたいに。そう、この10分ぐらい本当内容なんもないからね、めんどくさいしか言ってない、やる気で、めんどくさいってやる気でないしか言ってないからやばいですよね。あの、まあ何に対してかっていうと、一応言っとくけど、プライが完全にプライベートのことなんで、そう、完全にプライベートなことだけなのは覚えといて。そうなんですよ、もう時間だいぶ過ぎてんのよ。でも本当にさ、ショールーム終わる気になれなくて、あのそう、ショールーム終わる気に全くなれないんですよ。でもそろそろ終わらんとちょっとやばい、やばいんだけど、めんどくさい。やる気度何パーセント？ゼロです。そうなんですよ。やる気スイッチ、そんなもんは今日はないですね。昨日は割とやる気スイッチあったんだけど、やる気スイッチってないんだよね、私。やる気スイッチはね、なんか夜中、あの0時になったら突然出てくる。そろそろやらんとやばいなっていう時に0時で出てきて、大体20分ぐらいで終わらせて、なんでこれをもっと早くやらなかったんだろうっていつも後悔する。そう、いや、漂流中です、本当に。普通に歌いそうになったけど、多分あんま歌わない方がいいんだよね、やめとくわ。
まあでもなんでこんなにぐだってるかって、ちょっと今後のことを、今後っていうかこう、明日から 2,3 日ぐらいのことを考えてすごいめんどくさがってる。今後っていうとさ、なんか1年越し、1年先とかみたいに感じるけど、明日から 2,3 日ぐらいの話ですのことをいろいろ考えたらってなっちゃってて、今なんか割とそんな感じなんです。いつも私なんか、うわ明日と明後日やることありすぎてもう全然やる気だわみたいな。そう、直近なの、直近で、直近のこと考えて嫌になっちゃうんだよね結構。はあ、そろそろ終わりますね。うわ、食事したくない、もうこんな時間なんて覚えたくない。負のループはダメですよ。明日がそんなでやるじ、できる時間がないんだよね。そうだから今日やるんですよ。尻に火がつかなきゃできない。そうです、なんか割となんかそろそろマジでやばいわってならんと本当にできないタイプです。そう、そうです、あれです、夏休みの宿題溜め込むタイプの人間です。そのまま配信し続けても、あーでもそれはちょっとプライ、完全にプライベートのことになるんで、ちょっと配信できないようになるんでごめんね、それはできない。確かにでもあのさ、配信できそうな内容でうわ今日中にやんなきゃっていうのはショールームでやるのありだよね。もし今後なんかそういうことあったらやりますね。ありがとう。はあ、そろそろやんなきゃ、やばい本当にやばい。もうね、もうね、テンションがおかしくなるよね。ごめんね、ほんと。ちなみに今何飲んでるかっていうと、お水です。でも、そろそろ終わらない、そろそろね、終わんないと、寝るのが遅くなるので、そろそろ終わりたいと思います。頑張ります。顔がすごい。よし、終わろう。終わる。あ、ちゃんとギフトとランキング。桃の天ぷらさんがなんだ。もみじとイチョウですね。はい。キャトルさんが可愛い。ハルニャンさん可愛い。ハヤちゃんさんが。小判とモミジとイチョウとハート。とファイト、ハルニャさん秋だね、ナナタさんファイト、ダユさんコスモス、ハルニャさんジージー、グッドわかんないな、とファイト、ありがとう、頑張るよ。でなんだ、13位かな、海指さん、12位忘れた場合さん、11位エイトウッドさん、10位ヤクマと旭川さん、9位タクトさん、8位ナナタさん、7位ロミツさん、6位山形さん、5位アルビンズランクさん、良い夏目さん、3位モノサルさん、2位カラスのカーコさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみ、バイバイ。頑張るね、よし頑張ろう、おやすみ。明日ね、ショールーム結構遅い時間になります。おやすみ。